はい、休み明け無事に今日一日終わりました。お疲れ様でしたといった感じですけど、昨日の海での疲労やはり少し残ってます。ですけど、まあ一日経ってみて、まあ、心地よい、疲れっていうんですかね、心地よい疲労って言いますかね、そんな感じです。前回の休みは、まあ、海へも行かずほとんど外にも出ずですね、まあ、買い物に少し行ったくらい で半日昼くらいまで家の中にいたんですよね。部屋にいたんですけど、で、まあ、なんか読書したりですとか、普段できないことというか、まあ、主に読書ですね。ちょっと、もう積読状態になってますので、それをちょっと読み進めてたんですけど、ちょっと寝ながら読んでまして、なんか今更、前回の休みのことをちょっと記録するのもなんなんですけど、すんごい体だるくて本当腰痛になりましたね。体はこわばって、まあ、ずっとこう、まあ、ベッドに横たわって、まあ、たまにこう立ったりはしたんですけど、ほとんど半日ベッドの上で体動かさなかったので、あちらこちら特に腰とか背中ですかね、もう本当にバッキバキになっちゃいまして、まあ加齢によるものなのかちょっとわからないですけど、まあ、自分の場合は、まあ、そういった経緯もあってやっぱり休みだからといって半日でも、まあ、部屋から出ないっていうのはちょっと体に合わないというか過ごし方としてですね。でよく、まあ、2連休であれば、まあ、1日目は、動いて活動的に、そして後半の1日は、まあ、休息すると。で1日休みが、しかなければ、まあ、午前中は運動して、まあ、午後はちょっと休むとかっていうやり方、過ごし方もなんか提唱してる人もいたような気がしますけれども、有名なお医者さんだったり、まあ、著名人だったり、ちょっと誰だか忘れちゃいましたけど、テレビで聞いたのかな、 YouTube で聞いたのか、ちょっとだいぶ前の話なんですけど、それが自分にはちょっと当てはまらないというか最近感じてます。慢性的な腰痛っていうのもあるかと思うんですけど、半日でもやっぱりゆっくり過ごすっていうのは良くないなと思いますね。いつものまあ、いつもより、まあ、2時間、3時間ですかね、3時間くらいゆっくりして、あとは活動的に過ごすのがいいと思います。まあ、読書するにしても、例えばテレビ、YouTube、まあ、ネットをするにしても、立って過ごすのもいいのかもしれませんね。まあ、それか座るか、まあ、とにかく横たわるのは本当に自分は良くないなっていうふうに思いましたね。ということで、今日は、まあ、昨日半日サップをして、まあ午後も、まあ、移動とかですね、活動はしてましたので、昨日つらかったですけど、今日はあの思った以上に体が動いたので良かったですね。はい、ということで、皆さんも、休みだらだらしないで、部屋にいないで外に出ましょう、遊びましょうとかっていう、ことを言うつもりは全くなくてですね、そう、たまたま読んでいた本の中に運動をしてなんかこの心身ともに整えられる人と、まあ、あと読書をして整えられる人、あとはまあ自然の中で、まあ、落ち着いて過ごす人とかですね、そういった過ごし方で、まあ、心身ともに、リセットされるというか、まあ、いろんなタイプの人がいるということをその本でたまたま読みまして、ちょっと今思い出しましたけど、まあ、自分の場合はまあ自然の中に身を置くっていうことと、まあ、あとは体を動かすっていうこと、夏であればサーフィン、サップ、そして冬であればスキー、スノーボードっていう感じで、年がら年中やっぱり自然の中で体を動かすのが自分には合ってるなということをつくづく感じました。はい、ということで自然に囲まれた、この、ね、どこでしょう
自然に囲まれたところから、記録してみました。夕日が綺麗ですね。はい、ということで、以上。